カプセル相互感の
の一部が家庭であるとすれば、カプセルと社会的共用空間とのドッキングの状態が社会的空間を形成する。宗教空間として、あるいは商業の場としての広場は崩壊し、個人の精神的原点としての公共空間が新しい故郷としてのメタポリスを形成する。24時間の生活行動が地域的に完結しているという自己完結型のコミュニティは消滅しなくてはならない。故郷とは具体的な日常空間を超えた精神的領域となるであろう。第目標、カプセルは情報社会におけるフィードバック装置である。場合によっては情報を拒否するための装置である。我々の社会は工業社会から情報社会へ移行する。工業中心型の産業パターンが知識産業、教育産業、研究産業、出版産業、広告産業、メディア産業を中心とする情報産業型のパターンに変化し、我々はあらゆる多様で大量な情報の洪水の中で生活することになる。このような情報過多現象と情報の一方通行から個人の生活を守るためには、フィードバックのメカニズムと情報を拒否するメカニズムを持つことが必要となる。カプセルは情報社会の中で個人が自立できるための空間なのである。